どうぞです。浄化する前回の続きからやっていきたいと思います。かなりレベル上げときました。もうね、まあ、だいぶ強くなりました、パーティーね。まあ、実際は、ちゃんと戦ったんでわかんないんですけども、一応まあ、テレビ戦士はこんな感じね。まあ、ここは入れ替えが効くんですけど、まあ、ぶっちゃけテレビ戦士がやっぱ一番無難に強いかなっていう感じ。だこいつ結構弱いんですよね。攻撃力低いし、明らかに。守備力も低いし、素早さはちょっと高いけど、無駄に。まあ、こいつはまあ、俺的にサポート役なんですよね、もうすでに。まあ、サポーターとして活躍するかなって感じですね。攻撃力がもっと上がってくればって感じなんですけど、ちょっと低いんでね。まあ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 、サポートですね。バイキルドとかインテとかを使ってサポートする感じかなと。で、こいつは、もうとにかくこいつはね、火力が高いですね。もう魔法攻撃がとにかく強いんで、ドルマドンもね、消費 MP15 ぐらいで撃つんで、もうね、20発ぐらい撃てるんですよね。25発ぐらいか。25発ぐらいドルマドン撃てるというね。とんでもないね、マジで、性能を秘めてるんで、まあ、こいつはまだまだ伸びる感じですね。じゃ武器つけようか。タトゥーですね。まあ、タトゥーが欲しいな。よし、コイルアップするやん。賢さ系のやつ欲しいな、そうなってくるとな。武器作ろうか。今回ストーリー進めていきますよ。ちょっとね、最近あれだったんでね、インテリメガネ。うわ、60上がる、マジで。うわ、プラコ。待ってこれ。ウォーフェアの腕もめっちゃ強いやん。やば。お、これめっちゃいいやん。むずメタルのかけらってどこで言っていいんねん。そういうことか。あー、ガード系か。お、即死ガード。即死ガードでかいな。インジャーのベルト。モノクル。お、これええやん。これええな、結構。ゴーストマント。めっちゃええけどさ。星型ピアス、銀のロザリオ。やばそうなやつ作りたいな、なんか。インテリバングル。20か。あ、何も作れんな、マト。まあ、これかな。怪盗モノクルね。これを装備させておきましょうか、じゃあ。装備品もこれ大事やからな。結構上がったりするんでね。まあ、できれば、よし、この賢さを上げときたいんで、お、一気に上がるな。ええやん。MP 上がるんでかいな、しかも。よし、オッケー。まあ、この後ろっかは、こいつはまあ、なんか装備しとってもいいかな。素朴の腕とか装備しとくか、じゃあ。よし。オッケー。さて、行きますか。次、どこだったかな。あ、これやな。秘密基地地下施設。久しぶりにストーリー進める気がする。まあ、4本目か、4本、5本、3本ぶりぐらいかな。もうボス戦法やって、あ、そういえば、はぐれメタルね、ちょっとライドンしておきました。レベル上げの時にね、こいつが、かなり使えるんでね。かわいいやろ。お、やっぱり、人工バイオテクノロジー的な感じ、とこ来たぞ。怪しい、ここは研究所やな。ボス戦法やけどな。なんだかホラーの部屋でいいです。ミーはちょっと怖い感じがします。え?奥の方なんかジョーカーみたいなのおれへん?これは、これジョーカーやんな。一人だけおれへんぞ、なんか。やばい、何これ。めっちゃ気持ち悪いやん。あ、暗説がたくさん、これはどういうことです?マジで?なんなんこれ。あ、元の人間がおるってな、これ。あ、ベースの人間やん。え、これ誰?怖つく、このボーイ。ミーはこのボーイのこと知ってます。この場合はアンセスの弟です。名前は確か。あれ?よく来てくれたわね。お!謎の少女。レナテ?弟やん、これ。弟が。この部屋とレジスタンスの切り札。そして私が守る生き物。マジでこんな怪しい施設か?やばいやろ、この施設。これが本当の光の体。あなたは暗説ではない。その弟よ。マジで?俺これなん?俺孫悟飯みたいな感じなん?マジかよ。でもあなたの意識はもう、今はもう、その本体にはない。今あなたは暗説をコピーした体に、その意識を宿らせた存在、エイリアス。マジでとんでもない展開やな、これ。どういうことね、今の暗説は偽物なのですか?オリジナルではないという意味では。そう。でも外見的能力は暗説と同等よ。本体から意識を切り離し、装置に記録。それを仮想めの体に宿らせる。だから本体がある限り何度でも復活ができる。それがエイリアス。やばいやろ、これ。もう海外ドラマみたいな感じやん。お、なかなか興味深い話だな。ダークマスターか。秘密基地バレても取るがな。ダークマスター、ユーボ死んだはずでは。生きているのが不思議か?別に大したことではない。一タブルを縦にしただけよ。愚か者にも使い道はあったということだ。
しばらくデスバーンに様子を探らせていたが、おかげで面白いものを見ることができた。何度でも蘇るわけだ。まさか貴様がエイリアスだったとは。こいつもエイリアスか。だがネタが割れれば対処は容易い。本体は滅ぼせば復活はなくなる。マジで誰か出してくる感じ？おい、ギガンテス？うわ、いかつ！コンボまで染まってもとるやん、ゴアマガラに。今こそ滅ぶがいい。その希望、暗説の名前もろともにな。うわ、ダークマスターも戦うん、これ。え？さすがに違う。こいつはまた戦わへんよな、さすがに。うわ、強っそ。あべ。プロメテウス？名前かっこすぎか、お前ほんま。なんかの星の名前みたいな。名前めっちゃかっこいいやんけ、こいつ。プロメテウスって。サポートやな、こいつはな。とりあえずサポートでインテを打ち込む。インテ、インテ。これはドルマドンですね。まあ、基本的には。マフールか。賢さ下げときたいけど、どうしよっかな。賢さは下げる。まあ、ドルマドンでいいか。打ち込んでいこう、ドルマドンをね。こいつは、砂煙弱点。来た！弱点。砂煙なんでこんな効くねん。砂煙ほとんどのボスに効くぞ、これ。ドルマドン！ほら、よ。強いぜ、ドルマドンは。ほら、よいんて。来た来た来た、賢さ増加！スカラスカラスカラ。オッケーオッケーオッケー、守備力増加。砂煙、よっと。弱っ。うん、弱えな、坊ちゃん。何？お前、ギガスラッシュ？あ、これも砂煙効くんか。お、ナイスナイス、時々バギルと測ったぞ。まさかの砂煙パターンか。おぉ、バイキルトしとくか、こいつも。自分にバイキルト打ち込んで、もうガンガン行こうぜ、行くか。てか、ライドインパクト。てか、ライド誰かにした方がいいな、これ。今思ったけど、ライド。あえて、ここはこっちに乗っとくか。こいつの、ドルマドン、とにかく強いからな。やっぱ乗るんはやっぱやめとくか、バトルエクスにしとくか、やっぱり。バトルレックス乗った方がいいな、これ乗るわな。で、こいつはバイキルトを自分にかけときますか。で、こいつはドルマドンを打ち込むと。で、こいつは、こいつは別に何でもガンガン行こうぜでいいかな。おい、誰や。来た来た来た！ドルマドン、ほい！あ、強っ !400 やで。ふっふっふん。爆裂剣！あ、強い 600！ 何分くらいお前は。おー、強いな、600、両方600くらいか。ふっふっふん。効かんな。来た来た、なんか時々バケル、どんどん、うわ、強くなったぞ。ただもうここ、押せ押せやな。行ったら押せ押せやぞ、この弱いぞ、敵。サミダルキャリー。よーし、爆裂が強い。爆裂剣。ほら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 。強いぞ、このパーティー。よし、新パーティー。ボスを圧倒しております。この砂煙が思った以上に強いっていうね。あ、強っ！マジか。こんな強っ！ビビるぐらい強いやんけ、これ。おい、どんだけ上がんねん、お前、強ボディで、お前。なんだ、強ボディって、お前。ふざけんなよ。ふざけんじゃねえよ。でも結構もう、これ HP 減っとるよ、こいつ。押せ押せって。あ、ちょっとロケットスターズ。あ、コギル弱なったと思いきや、全然弱なってなかったけど。お前、ホイミする、そこで。ベホイミしとこうで、そのまま。ドルマドーン！オッケー、終わった。しかもあれ、ドルマドーン、全体魔法やからな、あの威力で。もうわけわからんやろ。強さ。しかもまだ賢さが上がっていくっていうね。こうやって恐ろしいことそこなんですよね。まあ、しかも賢さアップがまだ。おい、まだ48残っとうからな、アップで。24、40、48上がるからな。こいつマジやべえわ。よし、ベホイミゲット。まあ、これマックス行きましたね。こいつちょっともうちょっと攻撃上がってくれたらいいんやけどな。まあ、ドルマゲスに関しては、強調。多分賢さ1000ぐらい行くんでね、レベルさ上がれば。こいつは多分攻撃力700から600ぐらいかな。まあまあいいですね。良いでしたね、プロメテウス。まあ、砂煙がすごい弱点ですね、あいつはね。まあ、見た目通り。お前、見た目めっちゃかっこいいけど、めっちゃ弱いな。それギガスラッシュは強かったわ。400くらったからな、ギガスラッシュ一発で。バカな。プロメテウスがやられただと？わからね、なぜだ。なぜこれほどの力が。いや、それはぐれみたいなレベル上げたからな。あなたにはわからない。人だけが持つ無限の可能性は。そして絶望さえも乗り越える人の思いが生む力は。なんたる死体だ。これ以上のミスを重ねられんか。雪辱を果たすのは次の機会としよう。コアにて貴様らを待っているぞ。コア。待たんでええぞ、別に。でも人体実験しとやん。ん？うはははは。
決戦の時は近い。か。謎の少女もよくわからへんよな。気になるよな、こいつの存在も。あなた今自分の秘密を真相知った。知りました、確かに私。弟やったっていうな。そしてもう一つ、この装置に記録されたメッセージも知っておいてほしい。なんだなんだ？ん？ああ、動ける動ける。はぐれメタルに乗った主人公。ほう。まあ余裕でしたね。思った以上にね。まあまあ、テレビ戦士くんはやっぱ強いな。こいつ、守備力700あるからな。で、しかもプラスアルファで、HP1000 あるっていうね、超耐久系のキャラなんで、まあ、こいつは無難に強いけど、まあでも、いざとなればこいつ出してきますからね。さらに守備力が高いね。で、アタックカウンター持ってますか、こいつは。HP 回復とね。で、刃砕きとかね、カブトあれで下げていくっていうスタイル。これもいかついですよね。まあでも思った以上にやっぱいいのはこいつですよね。三河シャープ持っとうからさらにかわしやすくなるっていう砂煙とプラス相まってね。しかも丸に守りの切り、これ発動してないけど、これ発動したら結構ややこしいから、もう超強いっていうね、強調フレス。これはええな、ええパーティーやで。でも竜戦士が強すぎるな、マジで。シャーベロ。聞きたいこといろいろあると思う。でもまずはこれを見て。すべてはそれから。見てやろう。これはあなたにやってたアンセスからのメッセージ。兄から弟へのメッセージか、これ。これが初代ジョーカーってことか、このアンセスが。雰囲気的に見たらな、顔一緒やからな、初代のジョーカーと確か。一緒じゃないか、二頭な。一緒やな、多分一緒やな。あ、アンセス？マジ、静かに。映像撮って光に送る？そっか、だいぶ合ってないもんな。とりあえず正直言ってくたびれた。苦戦してるってレベルじゃないな。状況はあると言わざるを得ない。すべて俺の力が足りないせいだ。だがまだ諦めちゃいない。ブレイクモンスターの中に負けてたまるか。人間もモンスターも、マスに汚染されていない綺麗な世界をお前に残したいからな。だから俺たちは必ず勝って戻るよ。お前のために光る。けどもしも俺が戻らなかったら、お前は自分の好きに生きろ。お前は、お前だ。俺じゃない。俺のように生きる必要ないぞ。光る自分自身の意志で、お前の道を選ぶんだ。忘れるなよ。今それ見せんなよ、お前。もう、自分の意志で動いてへんわ、今。もうだいぶもう、お前の意志で動かされとるわ。で？結局、弟の体どうすんねん、これ。でも主人公の顔絶対変わらへんやろうからな。でも結局、アンセスは戻らなかった。志半ばで彼は死んでしまったから。ブレイクモンスターと私、マスに汚染されたマザーを浄化するという志を果たせずに。だから私たちは彼の意志を継ぐため、アンセスのエイリアスを作ろうとした。いや、あかんやろ。いわば不死身のアンセスを作るということ。それが最後の切り出たジョーカー計画。でもこのジョーカー計画が途中で大きくつまずいた。アンセスの力を使いこなせるものがなかなか見つからなかったの。弟か。その事実としてあなたは、自分から志願してアンセスとなった。マジで？そうかつてあなたは自分の意志でアンセスとなり世界のために戦っていた。あの頃からもう俺やったわってことか。でも今一度あなた自身で選ぶべき、自分がこの世界を救うかどうかを。ああ、なるほどね。おわす、でもね、なんて。光なしでは。ブレイクモンスターの、源、まさに汚染されたマザーを浄化して世界を救うかどうか。それを決めるのは彼よ。私は強制するつもりも権利もない。だいぶ強制してきたやろ、これも。私は奥の部屋にいる。あなたの意思を決めたら教えて。とんでもない話やな。こっからずっと小麦大戦するってわけにもいかへんしな。クリアするしかないやんけ、こんなもん。光る、これはミーが、マウスを挟む話はなさそうです。マウスを。お前ほんまルー大芝みたいな。行くか。いざ。ん？何これ何これ。怪しいな。いいわ。誘惑だけしたいところだけどな。この施設ちょっとほんま怖いな、ちょっとな。怖か次行くところは、もうなんか結構ボスっぽいな、最後の。光る、あなたはこの世界を救うため戦うの？いえ、そう。救おうじゃないか。もう救うしかないやんけ、こんなもん。そう決めてくれたのに、あなた自身の意志で戦うことを、その道を選ぶと信じてた。またあなたと共に進むことができる。行くか。敵の本拠地コアでは、コアへは通常の手段で行くことはできない。コア。すごいな、ドークの城みたいな感じかな、イルルカで言ったらな。そんな感じっぽいな。すごいぞ、これな。パラパラアンテナ、これで行くんか。おー、やば。高出力、カノン砲みたいな。来た来た、これが移動装置か。シュワン、シュワン、シュワン。これで行くってことか。
だからこの基地より、転送装置を打ち込み、道を作る。これもルキアの策よ。そう、これこそルキアが私たちに残してくれた最後の道しるべ。なるほどね。お、すっごいな、これ、コアに。やば。核ミサイル打ち込む、これ、北朝鮮か、みたいな。うわ、すごっ。ズドーン。このコアって何なんだろうな、これな。ヘルクラウドみたいなもんなんかな、言ったら。なんかモンスターっぽいな、このコア自体が。なんかもうすでになんか。うーわ、やば。大丈夫、やばすぎひん、これ。試験官、もろ刺さったで、これ。ほう。転送装置の起動確認。これで怖いの道はできた。行こう。行くぞ、怖い。外に出ましょう。転送装置は火山頂上にある塔の上を。行くか。おー、楽しみやな、これ。外に出ましょう。なんか、はしごあるぞ、上に。なんかありそうやな、この上な。何か気になるね、この上はね。なんかあるんじゃん、宝箱とか。ん？あった。やはりあったか。予想通り。世界中の雫。まあ、いざというと逆立つかもしれんな、これな。ステルスボックスはこの辺ないんかな。よし、戻りますか、じゃあ。よいしょ。よしよし。はぐれみたいなの乗ろっか。ハグレン乗ろう。ハグレーン！なんかハグレンたら早いように見えるな、異常にな。利用します。キュイーン。あ、ちょ、ちょ、これめんどくさい、めんどくさい、めんどくさい。これめんどくさいわ。山頂ね。山頂へ行きまーす。キラーマシンがもう普通に中も入るからな。あいつら二人掛け合わせたら何できるのかな。なんかできそうやな。山頂の塔。どうやって行くねん、これ塔。もう宝箱あるぞ、そこ。よいしょ。ちょっと待ってよ。お、いけた、普通に。普通にいけたわ、普通に。飛ぶんやな。オッケーオッケー。さて、行くか。コアに打ち込まれる主人公。打ち込まれはせんのか、ワープするんか。おなじみのね。転送装置で、ワープ。おー、なんかマジで、もう、ラストっぽいぞ、コアって。なんか、すでにな。名前的にな。まあ、次、ダークマスターか。いや、今回はプロメテウスですね。名前かっこええな、あいつ、ただ単にめっちゃな。しかもギガスラッシュあいつ強すぎやろ、一発。あの、強ボディっていうのめっちゃええな、あれ。なんか後半ラインだったら、HP が何%かいかなったらあれだから、全能力上がるよな、あれ。あれめっちゃ強いな、あの能力。普通に。くじけんの心とかとのコンボでやばそうじゃない？どんどん能力上がっていくみたいなさ、毎ターン。きたなんてまがまがしい姿。マスの汚染がこんなにも広がってるなんて。急ぎましょう、ヒカル。このままでは取り返しがつかなくなる。ここめっちゃブレイクモンスターおりそうやな。忘れないで目指すのはコアの。あ、読めへんかった。何これ。ん？お前モンスターだったパターン？ちゃうか。部屋に出たらこの M 交代で、まずは汚染したマスを浄化する。なるほど。M 交代か。でも私一人ではきっと マザールームにはたどり着けない。任せろ俺に。俺がエスコートしよう。マザールームの道を切り開いてほしい。敵にはまだダークマスターがいる。くれぐれも気をつけて光る。ダークマスターは何者なのあいつな。お、火山の探求者ゲット。ルラボンドを起動します。ちょっとだけ。コア突入口が。おお、やばいな。え、え、なんかスライムの。おお、なんかスライムおるやんけど。くる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 回っとうぞ、こいつ。え、キメラ？うわ、ここやばい。ブレイクモンスターの隅かよ、マジで。やば。強スライム、強キメラ？うわ。キメラダサいな。強スライム？やばいな、これ。かっこええ。かっこええんかわからんけど。早っ！スモールボディか、お前。バカモン！お前らスボモ落ちか。早いな。え、ちょ、2回行動？早っ、こいつら。行動回数。サミナルギリー。よいしょ。あ、2回行動じゃ、3倒ったんか。なるほど。はい、強すぎ、ドルマドン。ドルマドン強すぎやな、マジで。経験値もまあ2000か。まずいな。まあ、今更って感じだな。お、なんかあるぞ。はい、というわけで、とりあえず今回はね、これで終わりまして、次回から、まあ、コアをね、
進めていこうかと思います。もうチームがね、だいぶ強くなりましたね。もうこいつがやっぱ強いな。超絶アタッカーですね、こいつは。まあこいつも結構強いけど、まあ普通に。バイフィルド使えば。2回行動で安定してるんでね。まあサポート兼アタッカーで、こいつはもう完全なアタッカーですね。で、こいつは守備。で、こいつはまあもう魔法系のアタッカーね。全体攻撃も持ってるんで強いですね。まあ、単体でも普通に強いけど、400とかでやるんでね。まあまあ結構いいパーティーなんでね。もうこのまま普通にレベルアップせずに進んでいこうかと思います。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。